新しい髪型とともに平野市をの毛けたまの冒険が明かされた。ファンとの深いコミュニケーションを通じ、成長と変化を象徴する新たな時期のスタート。ジャーナリストとして、今回は元、キング、リンチェプリンス、メンバーで新グループンウンベル、ナンバーアイ、平野市洋画自身の髪型とともに明かした意がいなくせに焦点を当てますマップス。 平野が散髪後に行う恒例行事についての興味深いエピソードや、それがファンをどのように魅了しているかを探ります。平野仕様、新しい髪型を公開。10月16日、平野仕は自身のインスタグラムストーリーズを更新し、髪を切ったことを報告しました。彼のファンにとっては、新しい髪型に注目が集まります。 しかしその後、彼が明かした毛玉の冒険は多くの人を驚かせました。毛玉とは平野市用の恒例行事の正体。平野がストーリーズで、髪を目に切ったら、絶対やることですしょう、と匂わせ、次にアップされた写真には自身の髪の毛を丸めた毛玉が写っています。この毛玉が平野の恒例行事となっているようです。 彼自身が愛着を持っている様子がうかがえる次なる投稿では、現場連れてった小をわら、わらと告白しています。この毛玉が一体どのような冒険を繰り広げているのか、そして平野にとってどのような意味を持っているのか、探っていきましょう。毛玉の冒険記、ファンを沸かせるエピソード。 平野は毛玉を単なる紙の塊以上のものとして扱っており、それを証明するかのように様々な場所に持ち運んでいます。前日には所属事務所、トべの YouTube での生配信中に、東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込んだことが報告されています。その模様は生配信で確認でき、毛玉を野球ボールのように投げる様子や、 自分の頭の上に乗せるシーンがファンを沸かせました。驚くべきは、その冒険が平野にとっては日常的であり、緊張感を感じさせないという点です。生配信の舞台裏が緊張感から解放されていることは、平野のリラックスした一面を伺わせます。ファンとの距離を縮め、自然体で過ごす姿勢が彼の魅力の一翼を担っていることが伺えます。 ファンとのコミュニケーションの一環としての毛玉の活用。平野が毛玉を使ったエピソードをシェアすることで、彼とファンとのコミュニケーションがより深まっていると言えるでしょう。ファンは単なる芸能人ではなく、自分と同じような日常を過ごす人物として感じることができます。毛玉を通じて平野はファンに対して自身のその姿を見せ、それが共感を生んでいるようです。 このアプローチは、アイドルとしてだけでなく、一個の個人としての人間性を強調している点で注目に値します。ナンバーアイとの新たなスタートとしての毛玉の象徴性。元、キング、リンチェプリンス、メンバーとして成功を収め、シングループ運ウナンバーアイ、して新たなスタートを切るヘイヤヘイヤ。 彼が髪型の変化とともに毛玉の冒険をシェアすることで、これは新たな時期の象徴とも言えるでしょう。ファンは彼の新たな冒険を応援し、毛玉がそのシンボルとなることで、これからの平野の活動に期待が膨らみます。アーティストとしての成長と変化をファンと共に歩む姿勢は、彼の熱独特の魅力を一層引き立てています。 平野紫耀の髪型と毛玉の冒険。平野紫耀が新しい髪型を公開し、それに伴い明かした毛玉の冒険は、彼のファンにとって新たな発見となりました。この独自の恒例行事は、単なるファッションや髪型の変化だけでなく、平野の日常や人間性を垣間見る貴重なエピソードと言えるでしょう。 ケタマを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、生配信などを通じてリラックスした一面を見せる部屋。これはアイドルとしてだけでなく、一個の個人としての魅力を感じさせるものです。また、これが新たなグループ、ナンバーアイのスタートを象徴するものとして注目されています。 平野の変化と成長をファンと共有し、新しい時代に向けて前進していく姿勢は、彼のファンにとっては心強いものとなっていることでしょう。平野仕様の魅力は、単なる音楽や芸能活動に止まらず、彼自身の人間性や日常の一部をファンと共有する姿勢にもあります。これからも彼の新たな冒険とその先に広がる可能性に期待したいところです。